山和姫宮は、三重県伊勢6の木部町にある神社、内宮の別宮である。表参道口の鳥居で、水車参道の石段伊勢神宮において、内宮と下宮と合わせ別宮は、荒祭り宮、多賀宮、月読宮、土宮、月読宮、滝玄宮,宮、伊蔵宮、風火のり宮、風宮など14宮あるが、そのうち総権が明確であるのは、 山和姫愚一宮のみで1923年11月5日と最も新しい。祭人は日本神話で第11大水人天皇の第四王女と伝えられる山和姫命である。他の境外別宮と同様に神職が参拝時間内に常駐する宿営屋があり、お札、お守りの授与や神楽や御千の取り次ぎを行っている。 倉田山に隣接する間の山に、小野江五と呼ばれる、小さな古墳がある。この小野江五を山戸姫命の領母とする伝承に、ちなみ、御梁のある常や木地門前町は1868年に和町と改称した。小野江五は、円墳とする説と、前方後円墳とする説がある。宇治山田町民を中心に1886年に、 民家から発生した火災の神宮への延焼を防止するなどを目的とする財団法人神援会が結成され、神園の美観と正常を確保するなどの活動を行っていた。神援会は1891年に下空前に日本最古の産業博物館である神宮農業館を創設した。神宮農業館は1905年に倉田山に移築された。 明治天皇の行幸で神宮へ参拝するための道路の整備が問題とされ、自動車が通行できる道路が倉田山を経由して作られることになった。この道路は1910年に竣工し、三行通りと名付けられた。1911年には、新宴会によるベルサイユ宮殿を模した前提を持つ神宮長古館が完成した。神宮長古館には、貴品室が設けられ、 大正天皇などの休息に使用された。1882年に内宮近くに創立された、神宮工学館が1919 19年に移転するなど、文京地区としての倉田山開発が進んだ。付近に、小野江五陵があることもあり、山戸姫宮は倉田山の一角を改作して作られることになった。小野江五は、山戸姫宮創建後の1928年10月に、 大和姫命御両母山高地に指定され、宮内町に管理されている。大和姫命は、天照大臣を祭る宮を定めるため、数国を経た後現在地に伊勢神宮を創建し、祭祀や神職の制度を定め、神道の基礎を作ったと伝えられるが、明治以前は、大和姫命を祀る神社は作られなかった。1887年頃より、 宇治山田町の住民を中心に、山和姫命を祀る神社を創立すべきという声が高まった。宇治山田町は1906年に市政を施行し、宇治山田市となり、市長が先頭に立ち山和姫命を祀る神社の創立の許可を1912年に国会に請願し、1919年に帝国議会で創立の予算が可決され、 1921年1月4日には内空別宮としての創立が決定し、1923年11月5日、下空と内空の中間に近い倉田山にて鎮座祭が取り行われ創立された。1945年の宇治山田空襲では、2月15日に付近で焼夷弾による火災が発生、7月29日に宿営屋が消失したが、 本殿は無事であった。広大神宮に準じた祭事が行われ、記念祭、月次祭、神奈目祭り、新奈目祭りの書祭りには、皇室からの併白がある。1948年に、伊勢市在住の数傾者を中心に、三江大皇が発足され、後に、大和姫宮三江大皇法参会と改称した。大和姫宮三重大皇法参会は、 毎年5月と11月の5日に、例大祭を行うなどの活動をしている。三重県道37号鳥羽松坂線沿いの三重交通、長湖間前橋停付近の表参道口がある。ありがとうございます。